皆様、まもなく大勢に京都変わります前ですが、到着します。危険ですので、黄色線の内側にお座りください。ただ到着の列車は、特急京都金町行きです。停車駅は、淡路、茨城市、高槻市、名古屋天神、桂、勝山です。それでは、淡路に停まります。この際、足元にご注意ください。列車は、特急京都金町行きです。まもなく5号線に京都金町方面の前列車が到着します。危険ですので黄色線の内側にお座りください。到着の列車は準急京都金町行きです。停車駅は南方、淡路、上新城、南原行き、茨城市と立つからの各駅です。名古屋天神、笠田、烏丸、京都金町終点には次の特急が先に到着します。列車は淡路で各電車北連行きに連絡します。では淡路に止まります。この際足元にご注意ください。この列車は準急京都金町行きです。皆様、まもなく5号線に京都金町のホール前列車が到着します。危険ですので黄色線の内側にお座りください。ただ到着の列車はタクシー列車、高槻行きです。豊洲市、高槻市には、次の特急が先に到着します。この列車は、淡路で、各駅列車、北千住駅に連絡します。ご乗車際、足元にご注意ください。この列車は、各駅列車、高槻行きです。皆様、まもなく5号線に京都金町方面の前列車が到着します。危険ですので黄色線の内側にお座りください。ただ到着の列車は特急京都金町行きです。停車駅は淡路、茨城市、高槻市、名古屋天神、烏丸です。では、淡路に止まります。この運命は、ご両名は、鶴線両車両です。乗車内、足元にご注意ください。この列車は、特急、京都金町行きです。まあ、まもなく、5号線に、京都金町方面前電車が到着します。危険ですので、黄色線の内側にお座りください。ただいま到着の列車は、準急京都金町行きです。停車駅は、淡路、上新城、南茨城、茨城市と立つからの各駅です。長岡天神、桂、山陰、大宮、烏丸、小野沢終点には、次の海賊急行が先に到着します。列車は淡路で各駅停車北連行きに連絡します。次は淡路になる止まります。この際足元にご注意ください。この列車は特急京都金町行きです。皆様、まもなく5号線に京都金町方面前列車が到着します。危険ですので、黄色線の内側にお座りください。
タン到着の列車は各停車北千住行きです。この列車は淡路で各停車高槻行きに停車します。ご乗車は足元にご注意ください。この列車は各停車北千住行きです。皆様、まもなく5号線に京都からバス停の前列車が到着します。危険ですので、キロストレスの内側にお座りください。ただ到着の列車は快速急行京都からバス停です。停車駅は淡路、茨城市、高槻市、中岡天神、桂、烏丸、大宮、烏丸です。今日の流れ車終点にはこの列車が先に到着します。次は淡路に止まります。ご乗車の際足元にご注意ください。この列車は快速急行京都からバス行きです。皆様、まもなく5号線に京都からバス方面前列車が到着します。危険ですので、黄色線の内側にお座りください。到着の列車は準急京都から町行きです。停車駅は南方、淡路、亀新城、南茨城、茨城市と田口からの各駅です。長岡天神、桂、山陰、大宮、烏丸、京都の三つ終点には次の月特急が先に到着します。この電車は淡路で各駅停車北千住行きに連絡します。次は南方に停まります。ご乗車の際足元にご注意ください。この電車は準急京都からの次です。